広島カープ塾始めます。今日はですね、ちょっと1番バッター主に取り上げようと。で、特に昔ですかね、なんか取り上げて1番バッターとはという感じですかね。そういうふうに、はい、何かこう番組でありますけども球児園じゃなくて塾長園みたいな感じですか。そうですね、そういう形でちょっと話してみようかなと思います。例えば一番バッターというと有名なところ古くから遡ればですね、福本豊選手とか柴田勲選手とか、セリーグに戻れば松本忠選手、カープで言えば高橋慶子選手、高木豊選手ですね、真由美明信選手だとか、もう少しこう戻ってくるとは、あ、同じ時代と石毛博道選手とかですね、あと阪急だと、まあ、その後に一番強な、水戸田選手もそうだし、あと松永博美選手とかですね。そうですね、まあ、大石大二郎選手、はい、選手とか、はい、いろんなタイプがいるなと思うんですけど、いろんなタイプあります。で、まず、まあ、昭和50年に入ってくると、もうとにかく、まあ、40年代の、まあ、昭和のいう40年代後半ぐらいからもう左のゴロ転がせって、足が速くて、そうですね、もう足が速いから、まあ、左でゴロ転がせ、だこうスイッチヒッター練習した頃の高橋慶子選手とかですね、まあ、他の松本泰史選手と選手はそうですけども、なんかフライ上げたりすると怒られるということは、怒られるっていう、もうとにかくゴロ転がせ、まあダウンスイングしろ、まあ当然あの当時それができたのは、フォークボールがないんですね。あ、そうですよね。球種カーブしかないんですよ。で、カーブって緩いので、まあゴロ転がせるんですね。叩きつける。で、逆に言うと高く上がるんですね。あの人工芝がだいぶ神宮、まあ、後楽園、増えてきましたので、これが出ましたので、まず転がせっていうことから次なんですよね。ランナーで、ランナー走りなさいっていう。ランナー出なかったら走れないですか？走れないんで、で、ここで少し面白いのは、走れなんです。アウト、セーフはあまり考えてないんですね。数、要は、まあ、多分120ぐらい走ってたんでしょう。76って言っても成功率8割ないですから。はい、やっぱりこう、何ですかね、福本豊選手に盗塁を、こう技術を上げるコツは何ですかと質問したインタビュアーに、こう回答がヒットを打ったりしてとにかくいっぱいランナーに出ることですと、まあ、ちょっとユーモアたっぷり語ってましたけど、はい、まあ、それはそうですよね。そうなんですね。まずランナー出ないとしょうがなくて、で、まあこ、まあ当時、非力だったり、打撃能力、まあ、センスという面ではない人たちが、どうにかしてプロでやっていくためを選んでるので、そもそも選球眼はないので、フォアボールで塁に出れない人たちなんですね。だから、ボールでも何でも、とにかくバットに当てて転がせってことであれば、選球眼いらないので、できるでしょう。そうですか。あの、今のプロ野球でも、もちろん人工芝のね、特にドーム球場ですけど、ドーム球場以外もありますけども、昔と違う、昔は、まあ、素材のこう、ゴム、あの人工芝の下にゴムが引いてあったり、
まあ、人工芝の毛の長さが違うと思うんですけども、はい、もっと高いバウンドが叩きつけて上がったんですけど、最近減ったと思うんですけどね。あの逆なんですよ。最近は打球が緩くなる人工芝なので、これまた内野安打は出るんですね。そうですよね。ただし、そうですよね、転が、要は叩きつけては、ただのピッチャーゴロになっちゃうので、ゴロを転がすっていう打撃に変わって、はい、これやっぱり素材として叩きつけてもなんか3メーターぐらいバウンドが高く上がるっていうことが昔ほどはなくなって、人工芝も少し柔らかくなったんですよね。柔らかくなって、まあ芝がですね多分深くなったんですよね。そうでしょうね。だから結局吸収されちゃうので、昔は下手をすると、ワンバウンドでピッチャーフライ、もうワンバウンドなのにピッチャーフライみたいなので、ピッチャー内野安打みたいな打球も結構ありましたよね。ありましたの でただですね、この一番バッターで忘れちゃいけないのは、実はここ50年ぐらい変わってない事実ってあるんですね。うん、これは実は、まあ、最近カープはやらないんですが、何が何でもワンアウト三塁の環境をどう作るかなんですね。ああ、なるほどね。で、昔の方の打者はもうそもそも長打というか、なんせバットに当たる確率のセンスがないので、うん、バットバットに当たって転がして塁に出て、まあ、福本さんもそう、まあ、福本さんはちょっとね、打率とか2000本打ってますけれども、その上で盗塁で2塁なんですね。で、こっからまあ2番のまあ内野ゴロ、まあ、確実だとまあバントとか、もしくはライトフライでも足が速いので、内野フライで3塁、ワンアウト3塁の形にするんですけど、逆に、まあ、2000年代ぐらいから、まあ、井口選手とか、まあ、カープ、まあ、3連覇の時は田中康介選手なんかに見えるのは、違うんですよ。長打が打てる一番になったら、盗塁がいらなくなったんですね。その話、その先駆けって、やっぱり、同時代、さっきの高木豊選手とか、高橋慶彦選手とかですね、福本選手はちょっと年上ですけども、やっぱ真弓明信選手、ね。真弓選手が盗塁できない一番から入ってる、ね。まあ当然、ホームランが一番クローズアップされますけれども、いやそうじゃなくて、かなりツーベースでも塁出てる、はい。まあホームランが出るわけですから、はい、当然、ツーベースの率も高いわけですよね。長打、ね、打つ面、はい。で、これで平田選手がバントっていうよりかは、内野ゴロ三塁の形。はい、とバース選手、掛布選手で、もうワンアウト三塁であれば、外野フライのつもりで打つとスタンドに届いちゃったっていう、この3番、まあ、3、4番に、どう気楽に打たせるか。っていうこの精神面の問題が、だからよく阪急が言われるのはワンアウト三塁の野球って言われるわけですね。福本選手が出て盗塁して転がして、これは西武もやってるんですよね。石毛選手が出て盗塁して、もしくはエンドランして、ああ、そうですね。要は、平野選手イコール送りバントではなくて、エンドランもかなりかけてるんですね。うん、そうですね。はい。で、これは、こう、石毛選手の場合をなぜ一番にしたかって言ったら、他の広橋選手とか、まあ、雪沢選手とか、いろんな選手、そうは言ってもいたんですね。山崎、広之、まあ、ロッテから移籍した。これって、うん、ツーベース打てないんで、二塁からスタートできないんですね。あとなんかこう、一番バッターって、この足が速いとかね、転がしてとか、まあ、
昔だスイッチヒッターとか、真由美選手にホームランを打つとか、山田哲人選手がとか、それはいろいろあるんですけど、なんとなくこう、チームリーダー的な人をまとめるっていうか、引っ張っていくタイプですかね。そういう人が多いですよね。まあ、やっぱり名前についてるんですよね。核弾頭なんで、勢いをつけてほしいんですね。なんかね、そうですよね。この勢いが、結局ランナー一塁からのスタートだと、勢いつかないんですよね。そうですよね。送りバントとかだと。はい、ところが、ね、盗塁で勢いをつけるとか、もしくはいきなり長打ツーベースになると、これピッチャーにしてみたらいきなりノーアウト二塁の環境からのスタートなので、チームにしてみたらイケイケ感が出るんですね。あ、今日このピッチャー調子悪いかも。特に昔はエース級というのは2人ぐらいしかいませんでしたから、当然このまあエース級というのはその技術もさることながら、まあ精神的にずぶといので、なんともなく抑えちゃうんですよね。いくら二塁行こうが、盗塁されようが。ところが、逆に言うと、残りの、まあ、昔は5人ぐらいでしたけれども、そうですね、残りのピッチャーって、もうイケイケにしちゃえば潰れちゃうんですよね。そうですよね。特にホームゲームとかになれば、また応援のね、ブラスバンドとか、ブラスが、すごくこう、そうもうベンチから潰すかのように、はい、まあ、はい、今よりもヤジもベンチからもありましたから。今だったらこう、収録されたら、マイクに収録されたらまずかったような言葉もあったんでしょうね、昔はね。つまり、その、スタンドだけじゃなかった。そうですよね。のですからね、その、自軍の応援じゃなくて、相手のピッチャーを潰す、はい。金のヤジもかなり発せられてた時代もありますので、これが残念ながら真由美選手ぐらい、まあ高橋慶彦選手もまあホームランが出る、長打が打てるようになる、うん、ようになる。でこれ何が言えるかというと、勢いつけたいので翔太選手がバンバン走ってる時1番打ってるんですよ。2番って走ってないんで、そうですよね。ああ、そうですよね。だから、一番が大事なのは、塁にまず出ることなんですよね。まあ、塁に出ないと、うん、いや、まあ、とにかく、初回の攻撃はどうにもなりませんと。で、はい、ピッチャーも立ち上がりが、まあ、不安定というか、審判との状況で、どれがストライク、どれが、今、自分のボールが、いいボールがいい、ブルペンとは違って、うん、いいボールがいってるのか、やっぱり今日調子が悪いボールなのかが全くわからない状態が初回ですから、はい、うん、1番が出て走られても嫌なんですけど、長打も嫌だと、これこう塾長がこの話はまあ塾長園ですということで、まあ、そうなると、こう、セパ両リーグね、それぞれ、理想の1番バッターとかね、いう、まあ、1番バッターとしてだけなんで、理想のバッターでして、理想の1番バッターという話をしていただきたいと思うんですけど、私の方からちょっと申し上げると、先にパリーグからすれば、やっぱり、世界記録持ってるところもあるんで、福本豊選手かなと。まあ、そうですね。足も速ければ、まあ、明るいですよね。あ、明るい。面白いってですかね。面白いっていうことは、独特ですよね。あります。はい。で、私の後、セリーグの方では、これカープ塾ってこともあったりもするんですけども、ちょっとやっぱり高橋慶彦選手っていうのが、まあ、出るかなと。はい。で、悩むのが、新しい、こう、一発ホームランで勢いつけるっていう、真由美明信選手を入れるかどうか迷うなっていうぐらいですかね。
私の中では塾長どうです？あの、私はね、やっぱり福本選手の一番はダントツなんですよ。なんでかというと、もうピッチャーが、まあ、なんつうかな、舐めてるというか、まあ、ランナー一塁でしょ、まあ、一塁からスタートしようと。福本さん絶好調だし、まあ、打たせてみて、あの、アウトならいい。まあ、内野安打ならしょうがない。フォアボールは嫌だと。いう時に、ホームラン狙うんですね。そうですよね。いやらしい。嫌に打つんですよね。あの、そうなんですよ。あの、まあ、なんていうかな、ピッチャーが、まあ、ランナー、まあ、その、フォアボール以外のランナー一塁は、ただ、でも、まあ、今日ブルペン調子悪かったかなっていう、まあ、特に東尾投手みたいな、こう自分が分かってるようなベテラン山田久志投手、まあ、山田投手はね、同じチームなんですけど、こう、西名投手とか村田兆治投手みたいな時に、一発かましてやるって言って、一発打っちゃうっていう怖さを、そう、福本豊選手ってこう、盗塁のことはね、当然こう、それは、うん、まあ、注目されるし、まあ、当然それそうなんですけども、まず、障害打率が2割9分1厘で、ホームランが小柄ですけど、208本打ってると、結構忘れますよね、これ。忘れるんですよ。でもしかもこれ、結構先頭打者で1回に、ありますね、ぶち抜けて打つんで、はい、しかも福本選手の狙い打ちって、初回なんですよね、狙い打ちが。パンチ力ありますよね。今日は俺のこと舐めてるなっていうのが、多分ピッチャーの、うん、まあ、なんていうかな、あの1回 の, あの、まあ、ピッチング練習の時を見て、あ、調子悪そうで、あ、俺、塁に出してもいいかな、みたいな投球から、試し気味に入ってくるなって思ったのを感じるかどうかわからないけど、いきなりフルスイングしたりして、スタンドに放り込む。そうですね。っていう、この、なんかな、機微を持ってる、その、使い分けられる。だから、逆に言うと、塁に出るための初回からのセーフティーバントはしないんですよね。うんうん。そうですよね。うん、あの、要は、必要な回が終盤で自分の状態が悪いけど、フォアボールも選べそうもない。で、何やゴールもなんかうまく出そうもない時に、突然ポッとセーフティーバントで、塁に出る。ってことはするっていう、ここの切り替えですよね。うん、でも高橋良子選手はもう、はい、そうですね。徹底的に、もうプロで食べていくために、小葉監督から塁に出ろと。うん、そうですね。で、二塁に行けと。はい、何をもって高橋佳子選手かというのは、もちろん盗塁もね、素晴らしいし、盗塁を取っているところもありますし、盗塁477個ですか、障害でしていると、まあ、素晴らしいんですけども、まず打率は2割8分残してますし、ホームランだって163本打ってるんで、なかなかなもんですよね。なかなかなもんなんですね。結構打撃フォームも変えて、はい、まあ、試行錯誤しながら、まあ、チーム状態を見ながら。ヒットも1826本、2000本届いてませんけど、1800本ってすごいですからね、これ。そうですね、まあ、途中からね、阪神とかロッテで移籍してしまって、試合出場数が減りましたので、ロッテに、いや、阪神に移籍しなかったら、2000本近くいったかもしれないですね。いったとは思うんですよね。ですよね。そうですね。あの、多分、固定的にやれば、別にそんなに、まあ、一時的にね、すごい数字悪くなりましたけれども、まあ、その後戻す選手はいっぱいいる時代
でもありましたので、いけたのかなとは思うんですけれども、ただ、高橋佳子選手にしてみたら、要は自分の代わりの翔太選手が入ってきたんですよね。だから1番で核弾頭が入ってきてくれたと。塁に出て走ると。で、まあ2番は、まあ多分自分の性格も含めて、2番のようなチームを完全に自分を犠牲にしてチーム打撃ができない。と。それは多分高橋佳子選手がもう一つ分かってたのは、空振りが多いっていうのも分かってたと思うんです。あ、そうですね。で、この高橋選手の打率とかいろんなのが落ちてきた1985年とか6年、7年ぐらいから、まあ、斎藤明夫投手とかね、遠藤投手とか、はい、ここ、フォークボール、まあ、牛島投手が出てきたりして、落ちる球を投げるようになったんで、ダウンスイングイコール空振りになるようになる。そうっすね。っていう、その、で、高橋選手が、まあ、レベルスイングとか、まあ、打撃、フォーム、足を上げるとか、いろんな試行錯誤するしかなくなる、ボールが増えてきた時代でもあるんです。あと、軸直をね、さっきの福本選手が一番バッターとして、一番福本選手の時には、まあ、2番は大熊選手とかですね。まあ、途中、ウィリアムズ選手とかいたり、まあ、途中からですね、まあ、美濃田選手が。丸川の選手がやって、美濃田選手が。で、外国人バッターが2番の時はうまくいかなかったんですよね。あんまりうまくいかないですね。いや、要はあれだけ突然、パンと走るっていうのは、アメリカでもない。はい。やっぱり美濃田選手がうまくいってましたよね。まあ、特に、多分びっくりしたのは、多分待てのサインがあったんでしょう。そうですよね。じゃあ、ど真ん中、まあ、ストライクに来るのは分かってて、待てのサインはちょっと戸惑ったのかなと。外国じゃないと。そうですね。ない。あと、その、高橋佳子選手が一番でね、うまくいった頃っていうのは、やっぱり山崎隆三選手が2番とかですね。まあ、うまく機能したと思うんですけども、走る1番バッターにはやっぱり脇役というか、こうコンビとして、まあ、いい2番バッターがやっぱりいるなって気がするんですけど、どうですか？そうですね。要するに、今、俗に言われるセカンドを打つような選手、まあ、だから木下選手が打ってるんですよね。ああ、そうですね。木下選手がありましたね。なので、はい、まあ、高橋佳子選手ならではかもしれないんですけど、うん、やっぱり、セカンドで一緒にコンビ組んでる方がやりやすいのかなと。その守備としても、打線としても。ああ。そうですね。ああ、そうなんでしょうね。ああ、はあ、はあ。もう年がら年中コンビ、年がら年中、要はその性格が合う合わない、いろんなことはあるとは思いますけれども、野球をやる上でやっぱりセカンドの人が高橋佳子選手にしてみるとやりやすいし、セカンドの人も高橋佳子選手と組んでるから何をするかっていう、まあ、読みじゃなくても感覚的に分かるところがあるのかなと。その意味では福本選手がセンターですけども、ライトで美濃田選手と、まあ、外野手でもそのセンターが全体仕切るじゃないですか、はい、そういう意味では守りでもまあコンビなんですよね、福本選手と美濃田選手は、ね、横にいる方がもしかするといろんなバリエーション上で、昔の方、まあ、昔というか、ある程度の選手たちだと、まあ、ベンチもフリーで任せますので、そうですね、余計にちょっと問われるんですよね。そうですね。ベンチが指示してくれた方がやりやすいですよね。盗塁しろ、
だから待て。はい、でも、うん、福本選手の盗塁待ちってサインほどめんどくさいっていうか、2番バッターはやりにくいことはない。はい、またさるか、ちょっとね。特に、牽制の前、東尾投手だと、どこで走るんだよっていう。はい、そうですね。いや、走れないタイミングじゃ走れないし、はい、ね、まあ、かといって、きっと追い込まれるまでには走ってくれるだろうっていうのもあるし。うん、その意味では、高橋由伸選手が一番打ってた頃ですね、若い頃。2番で木下富美男選手が打って守っていた打順であると、まあ、途中から翔太選手になりましたけど、そうですね、守備上でもね、やっぱコンビでしたからね。大きいと思うんですよ、三村選手がやってたり、木下選手が組んで、1年前に形成してましたので、でその後山崎選手とかになりましたから、でこれ、やっぱり出塁率。はい、あと三振率が一番ちょっと重要かなと思われるのが、まあ、昔太陽ホエールズ、今の、まあ、DeNA の前身なんですが、盗塁をさせて盗塁する数、盗塁能力だったら屋敷選手なんですね。はい、そうですね。ところが、やっぱり、まあ、加藤博和選手という選手もいたんですが、やっぱり、ほぼほぼの一番任せるのは、出塁してくれる高木豊なんですね。一番走らないんですけど。そうですよね。そうなんですよ。スーパーカートリオですよね。一番そうなんですよ。一番盗塁を仕掛けない、確実にセーフな時しか走らない人を一番。なんですが、一番三振しないのが高木豊。脚力だけで見たら屋敷選手が一番上でしょうからね。屋敷一番上で長打が打つから3番って言っても、私は多分空振りの率で一番、はい、いや1回先頭で出て三振っていうのもベンチ困るんだろうなっていう、そういう。いや、何も起こらないからねっていう。はい。三振とか無視するしたり、打撃技術で見れば、本当だったら1番屋敷、2番加藤博和、3番高木豊の方がいいはずなんだけど。高木豊の方が結局、先ほど言いましたように、今も昔も、基本はワンアウト三塁、1回初回点取るっていうのが一番確率が高いわけですね。3、4、5で。ワンアウト三塁なら何も起こらなくても、ツーアウト三塁4番になるケースですから、要は確率は高いわけです。だからこの形は今、要は1番が長打打つ、打たない、いろんな、まあ長打が出ないんだったら盗塁でとにかく二塁に行って、ノーアウト二塁の形は取りたい。最初のセ・リーグで、まあ、途中でね、スイッチヒッターで、まあ、私からは理想的に、ってことからは外してしまいましたけど、あの、青い稲妻の松本忠選手ですね、ジャイアンツのスイッチヒッターの。はい、これ、2番、河野和正選手が出て、まあ、思ってたと思うんですけども、まあ、ショートですね。はい、まあ盗塁で、まあ、創成者何らかの方法でランナー打って、まあ、これ6リバウンドで、で、3番がセカンド、篠塚選手っていう試合が結構長かったですけども、まあ、これも同じことですかね、要するに。同じことですね。とにかくランナーを、盗塁で3塁で篠塚選手の打撃で点が取りたい。で、ここ面白いのはですね、盗塁をたくさんすればする、盗塁ができる選手がいればいるほど、2番は右なんですね。で、ジャイアンツが西選手が1番やってましたとか、阪神が真由美選手が1番やってましたって時、
って、2番広田選手とか、平田選手とか、あの、西武は、当然、走れる時の石毛選手は、走れないと2番立花選手。走ると1番、あの2番は右の山崎選手とかね。ああ、山崎宏之選手ですね。選手だから、走るバッターほど右なんですね。福本選手に対して、大熊選手、丸川の選手とか、美濃田選手、右なんですよ。で、先ほど言いました、いいですね、あの、高橋佳子選手に、三村選手、木下選手とかって、みんな右なんですね。走れ、要は、高橋佳子選手が50盗塁以上を確実、まあ70盗塁ぐらいできると聞いて、右なんですね。これが40とか30になってくると、山崎隆三、要はスイッチで左に変わってくる。ジャイアンツも、一番が松本選手が盗塁できるようになると、篠塚選手を二番に左に変えてくる。西選手もそうですね。二番がだんだん、清水選手に変わってきますもんね。左にするんですね。だから、走れなくなってくると、左に変える。だから、まあ、阪神だって二番に吉武選手とか、左を、起用、してくるんですね。だからこれ面白いのは、まあ例えば大石大二郎選手の時とかでもそうなんですけど、走れれば走れる。例えばイチロー選手が盗塁よくしてましたよね。210本とか、とにかく安打安打だと。イチロー選手イコールヒットメーカーで盗塁するって時の2番って田口とか大西とかみんな右なんです、2番。あと、福田選手とか多かったですよね。福田選手とかそうですよね。だから、走れる1番であればあるほど、うん、不思議と2番は右なんですね。そうですね。阪神、近本選手は走れば走るほど、右は、うん、2番は右になるんですが、今走れないから、左の中野がやったり。これやっぱり理由はですか、やっぱ走れないんだら、ヒットエンドランとか打たせていった時にゲッツーを避けたい、走れないからゲッツーを避けて、やっぱりランナー残してクリーンナップ勝負。そうですよね。うまく1、2塁間抜けて1、3塁だから、やっぱり1、3塁なん、やっぱり3塁にどう進めるって時に、盗塁ができないってことは、まあ送りバントの選択肢がないってことは、一、二塁間に打ってもらわないといけない。そうですね。で、引っ張る、そうすると、でもランナー一塁だから、進めようと思うときでも引っ張ることを要求されますよね。盗塁しない。はい、まあ、はい、送りバントっていう選択をしないケースについては。はい、と、引っ張って一、二塁間抜けて一、三塁にしたいってことだ。やっぱり三塁にしたいっていうのが2番左なんですね。走れない。結構同じですね。手段が違うだけでね。手段はこの50年基本は、とにかく三塁に1番が出た時に、本当はどう三塁に送ってクリーンアップ3、4、5。なるほど。だから、ちょっと時代に変わっていろんなバッターが出てきましたけど、結局、ランナー求めるところはあんま変わらないですね。もともと変わらない。だからヤクルトも、結局今1番山田哲人が走れないとなったんで、基本的に塩見で左の山崎とか青木だったりするんですね。ハトルしないんだから。同じですよね。同じなんですね。だから山田哲人が走れると中村悠平2番とかね、右にするんですね。だからよく、はい、よく感じ、まあデータ上は多分キャッチャーが見にくいから、一塁にランナーいて左打者の方が盗塁しやすいっていう。ああ、よく言いますね。言いますけど。はい、でも、現実の打順構成と盗塁数で見ると、実は、逆に言うと、一塁ランナーで盗塁する人は、
実はキャッチャーとかいろんなものが見える右打者の方が走りやすいのかもしれないですね。そうですね。キャッチャーの動き見えますから。だって打席でバッターが隠さないので、はい、キャッチャーが見えないってことは一塁ランナーも見えないんですよね。いろんな細かいことが。そうですね。なるほど。だ盗塁数っていうのは、盗塁数をたくさんすればするほど、赤星選手のものは、たくさんすればするほど、実は2番って、右打者がめちゃめちゃ多いん。面白いですね。その意味では、カープのこの、田中丸の菊が2番っていうのは、まあ、ある意味当然なんですね。当然なんですね。その時に田中めちゃめちゃ走ってるんですね。だから右の田丸菊じゃなくて田中菊丸にするのは、それは田が走ってたからだということですか。だからこれ面白いのは、野村健次郎さんの時に言われた菊丸コンビってなんで、だから1番菊池2番丸なんですね。丸菊コンビじゃないんですね。ほぼほぼの打順が、だから菊池が盗塁してないんですね。なるほど。で丸も盗塁できないわけじゃないけど、その田中ほど、いわゆる一般的に一番バッターほど走れないと。でも、じゃあ、例えば、阿部が走ってたとか、丸が走ってたとき、3番で走ってましたよね、はい。4番は誰ですかって言ったら、ルナ、アライ、エルドレッド、右なんですよ。確かにそうですね。面白いですね。だから坂本も結局次が右から走れるんじゃないかなっていう。なるほどね。左だと多分走れないんじゃない。そのピッチャーの問題ではなくて、走りにくいんじゃないかなっていうぐらい、系譜を見ると、ほぼほぼね、この盗塁を、まあ、よくする、盗塁数が多いときは、ほぼほぼ、あまり左が2番打ってない。確かにそうですね。ですよ。で、機能すればするほど、右なんですね。よく言われる美濃田選手とか、カープでいう菊池選手とかね、はい、木下選手な、はい、まあ、あの高橋選手の三村選手とか、木下選手が2番入ってた、まあ、衣笠選手も多分やってた時って、何でもできる2番って右なんですね。そうですね。山崎宏之選手とか、はいはい、辻選手がとかね、2番行った時、はい、1番で泣いてる。何でもできるって実は、一番が走りたい放題走った上で、コンビで何でもできて、何でも一三塁の形を作る二番は、ほぼ右なんです。例えばヤクルトでいうと、昔で言うと宮本志也選手とか、ジャイアンツの河合選手とかもみんな右ですよ、ね。だから、土橋選手とかね。土橋選手とかね、ヤクルトもね。だから、例えば、なんかいろんなことしたいときに、隅選手2番にするとかね、飯田選手が走れるとき。だから、実は、盗塁をどんどん仕掛けようとすればするほど、2番は右の方が、特に今回は1番の話ですから、要は、盗塁がいっぱい走れる、まあ、うぐさとかね、野間とか、まあ、下位打線の話ではなくて、1番から1回からロケットで先制点を取ろうと。で、この勢いでこの試合の主導権も握ろうと。点取れなくてもと。いうための野球をしようとすればするほど、実は1番、まあ、なんですかな、計算上ね、能力的に30から50できる人が左で1、まあ左というか1番なら、右が2番の方が、なるほどね。やりやすいんですね。勢いがつけやすい
で、多分、ランナーが見えてるので、右の方が、2番打者もいろんなことができると思うんですね。あ、目線を見た瞬間に走るなって見えるわけ。左は見えませんから。だって、なんつうかな、目と目で合わせるのに、顔を一塁のランナーに見なきゃいけないんですね、左打者。あ、無理ですよね、ピッチャーに。右バッターは別に一塁コーチに見たりしながら、別に一塁ランナー見えます、まあ、要は、パッと視線をやれば見え、勝手に目線が合うと思うんですよ。普通の動作上、目の前なので。これなんかこう、長い歴史でね、見て、セパ両リーグ、それから12球団みたいなのほぼそう言えますね、そういう見えてみるほぼそうですよね。だから、要するにソフトバンクが強くて走ってたっていう、ホンダ川崎の時でも、はい、やっぱり井口2番とかね。あと、ちょっと塾長ね、盗塁系じゃない1番って、あと2パターンあると思うんですよ。チームを引っ張るっていう、まあ、石毛博道選手なんかそうですよね。そうですね。だんだん盗塁ができなくなって。選手とか、まあ、当然、西選手、まあ、1番、真由美選手が最大。はい、DeNA の栗原、あ、すみません、桑原選手とか。どっちかとこう勢いがある。そうですね。はい、もしくは、ジャイアンツでやってた、長野選手とか。長野選手とかそうですよね。そんな走んないけど、っていう、また違うパターン B みたいな、こう、一番バッターがいるってことですかね。そうですね。それについて、塾長どう思います？まあ、まず、真由美選手ですね。まあ、遅くはないですけど、まあ、それでも、まあ、はい、石毛選手とかね、まあ、はい、いろんな、この、今、名前が出てる、まあ、井口選手も1番打ってたとかっていうので、はい、一番言えるのは、多分、年間ツーベース数はトップクラスだと思うんです。これ、立浪選手もトップクラスだと思うんです。ああ、盗塁はしないけど、まあ、最初から2塁いってますよと。もう2塁からスタートですよねっていう。あ、そうすると2番はバントいらないですよねっていう。そうですね。転がせよって話。そうですね。うん。になる。その方が。だから、ギダ数は少なくなる。その方がでもヒットになることもあるかもしれないから、かえって得することもあるってことですよね。かえって得することもある。それと打撃技術が上がるんですよね。あ、よく言われる引きつけて右に打たなきゃいけない。で、一番なんで右に打てないかって言ったら、まあ一番非力。で、非力は何が非力かって言ったら、スイングスピードが遅いって話につながるんですね。あ、そうですね。だからここを解決しないといけないことに打ち当たるんですね。うん、一番が二塁にいるところで野球が始まってしまうと。なるほど。要は、バントとか、何か小技で、ごまかした形での2番を全うした選手は長持ちしなくなっちゃうね。今度、吉崎選手、北村選手みたいに、この阪神の2番みたいに、持たなくなるんですね。なるほどね。あ、そうですね。要は、ヒット打って、で繋いで技術を上げて、要は点を取るように、2000本も安打はすごいですから、そこまでいかないまでも少なくとも1000本安打を超える選手たちにならないと15年のキャリアにならない。チームをどう育成したいかということと、今の現状のチームの一番打てるようなバッター誰かと、を決めれば、おのずとこう、自動的に2番も決まってくるような感じですかね。2番も決まってくるはずなんですね。だから、結局、野村健次郎さんめちゃめちゃ走ってましたよね、カーブ。高橋俊樹選手だった。はい。じゃあ、この時の2番、尾形浩一ですから。
いいですよね。ああ、そうですね。で、前田選手が走ってた、まあ、野球戦切る前の4番は江藤選手ですからね。それで結果的に左右、左右と、いわゆるジグザグ打線という、そのピッチャーを幻惑というよりも、足が速い左バッターがいたら右に並べる方が、左右に行ったらいいと。足が速い、盗塁、要は逆に言うと、盗塁をどんどんさせるような選手の時には、はいだから、もしかすると、まあ、カープがたまに失敗するのは、まあ、ダイソー曽根とかね、ダイソーの、まあ、野間は最近かなり打力上がってるんで、ダイソー野間は少なくなるとは思いますけれども、まあ、上本も打力が上がってきてるとはいえ、まあ、ちょっと怪我がちも含めて、まあ、ダイソー上本、野間、初期ぐらいの時に、バッターは、右の台だって手かもしれないんですね。ああ。エンドランかけないなら。ああ。もう盗塁なら。なるほどね。ああ。その方が、牽制アウトもならないんじゃないかなと。そうですね。例えば、堂林選手に台だとか、長野選手に台だということですか。そういうことですね。ああ。この方が走出るんじゃないかなと。鈴木誠也走らなくなってるの左なんですよね、右。あと一つ、塾長の方の、その一番バッターがホームラン、年間30本打てる系の一番バッターって、パターン B でできてるじゃないですか。例えば、マリニ選手とかですね。はいまあ、若い頃の山田哲人選手なんか一番よく打ってましたし、そうですね。まあ、鈴木誠也選手とか、秋山翔選手とか、あと、まあ、もしかしたら鈴木誠也選手だって、本当は一番向きだったかもしれない。そうですね。一番向きかなという打撃は。あと、そうですね。高橋由伸選手とか一番打ったりしましたよね。そうですね。これはこういう一番バッターについて、新しいタイプの一番。これに対してどう思いますか、これは多分前提はホームランではなくて、やっぱりランナー二塁スタートが考えてんじゃないかなってことですね。初回で言うと。それともう一つは、最近多くなったのが、もはやピッチャーの完投がないんですね。ああ、ないですね。でもう一つは、この一番が、まあ、核弾頭的な人やってるときって、ほぼ8、9番代打構成なんですね。だからもう3番なんですね、扱いが。要は、中盤になったと。で、もう6回、7回だと先発はマウンド降りますと。でピッチャーの状態で今、ピッチャーが中継ぎも2イニング投げることはないですと。もう言い方悪いけど、打順回ったら代打ですと。で、もしかすると、キャッチャーとピッチャー、今、セットで変えるってこともよく、まあ、カープも言うんで、まあ、12球団、ほぼあまり珍しいことではなくなってるんですね。DH 戦のパ・リーグですらあり得る。はい、ありますね。ってことは、もう3番、試合全体を見て、3番っていうイメージと、もう1回にホームランかツーベースでもう1回から点が欲しい。そうなると、あれですか、じゃあ、例えばカープで言えば、今ちょっと怪我してますけど、西川龍馬選手が1番を打ってでも、3番打ってでも、あんまり差がなくて、1番打ってるときは8、9番は、試合途中でどんどん変えていくような、まあ、長いインはね、投げられないピッチャーだとか、まあ、ほとんど今ね、先発投げられませんけど、そうですね、でもそんな感じのときは、1番。です。でも西川が1番の時は機能してたのは、上本がほぼほぼ出率4割持ってましたから。ああ、だから3番みたいなもんだと。
もう3番でしたでしょうって、うん、でなおかつ森下、まあ、クリー、大瀬良、うん、あのピッチャーの打率も2割5分以上ありましただから、はあ、要はほぼほぼ3番だったんですね、機能してた役割。打率のみならず、打点も結構上げてますからね。上げてましたから。はい、で、これが、本当で言えば、そのまま、今のカープの出塁状態で言うと、西川を3番にしましたけれども、うん、点が取れないっていう事態になったときに、実は1番西川に戻せばよかったんですね。で、3番に坂倉あげれば、別に問題は少なかったはずなんですけど、もう、決めたことは動かないことになりますので、多分そういう、なんていうかな、データとかね、今の、まあ、野球の流れ、どういうふうに、どう、まあ、その試合のビジョンとして、もう、1回から畳みかけたいのか、まあ、1回から畳みかける番も12球団一緒だと思うんですね。1回に3、4点欲しいと思ってる。まあ、1回に少なくとも1点は欲しい。だから、盗塁で2塁。まあ、とにかくランナーをワンアウト3塁のから、まあ、楽にというか、ノーアウト2塁からだったら簡単にワンアウト3塁にしやすいですから、この形は作りたい。けど、これは虫が良すぎるので、中盤から終盤にかけて、じゃあ、1番をクリーンナップ的になる可能性があるんだったら、長打のある人を1番にっていう。うん、それがやっぱり1番の、例えば、それは松田博美選手とかですね。あれを打つ1番ですかね。そうです。だから逆に言うと、三振かホームランの一番もありなんですね。あ、そうですよね。あ、どうせ1回の点は、そうは言ってもたくさん入らないわけですよ。そうは言っても1回にうまく打って、ツーベースとかね、ヒットとかっていう、その1番が 1回に出塁率が4割も5割もあるわけでもないわけ。大体2割5分くらいしかないわけ。ですから4分の1の確率をどうするかっていう、あの1番中日ドラゴンズで晩年に近いと思うんですけど、宇野勝選手が1番宇野ってありましたよね。やりましたよ、まあ、ホームランを取る動向の後からだんだん1番、はい、要はホームランで1点欲しい、要は、あの時中日がよくやったのは、点が取れない時にホームラン順に並べていくんですね。ああ、すごく数学的ですよね。それはある意味でね。要は、まあ、それ、大方監督もちょっとやったんですよ。メヒアだなんでは。もう、だってヒットが出ないんだから、3安打とか5安打しかないんだから、5安打、5単打だと0点は確実なわけですよ。はい。フォアボール絡んだところで、だったら5安打のうち3本ホームラン、1本ぐらいホームラン打てる人を入れちゃうしかないんですよね。そうすると1番からですね、長打率のいい順に並べるか、もしくは出塁率が高い人の中で出るかっていうところありますよね。そういうことになります。ただ、出塁率の高い順の時には、やはり、どれだけ走らせられるかなんですね。そうですよね。だから、今、まあ、特に最近、ヤクルトがちょっと交流戦かなんかで気づいてるのは、徹底的にランナー三塁に送ろうするんだよね。二塁じゃないんですよ、考え方が。まず三塁だろうと。だから、長打なんですね。はい。今の12球団現状で、まあ、ここもどういう調子になるか分かりませんけど、最強の1番バッターっていうと、バランスもいいし、
やっぱ塩見選手ですかね、ヤクルトの。どうですか今、塩見が一番乗ってるでしょう。足が速いですし、塩見でしょう。長打持ってるし。で今、状態がかなり戻って、はい、今、普通になってきてる。近本、やっぱり交流戦1、2の。はい。近本選手ですね。やっぱりこの2人は協力、日本ハムの松本選手はどうですか、松本。日本ハムの松本選手はやっぱりね、新庄監督が多分不満に思ってるのは、ノーアウト二塁の形にならないんですね。ああ。ツーベース打ってくれてるわけではないんですよ。塁に出て、で、じゃあ盗塁が4ね。じゃあ年間50くらいでいいかって。で、やっぱり走れてない。ねまあ、新庄監督自身も一番打ってることありましたもんね。ありましたから、ね、なので松本選手4番、清宮1番、万波1番とかってなるわけなんですね。そうすると彼らが、まあ、ホームランじゃないにしろ、まあ、当然右中間左中間に打つでかい打球は打ちますから、ツーベースの可能性があれば松本の打率をもってして、そのランナー二塁三塁の、まあ、ランナー三塁のケースは少ないから、松本の打率を期待して、4番松本にして、ヒットで返す。二塁から返すっていう、ことに、追い込まれてる感じなんですね。やっぱり三塁の方が、いや、ワンアウト三塁ない、まあ、今の時代だと、ワンアウト三塁、内野前進守備は12球はほぼ引かないので、はい、内野ゴロ1点なんで。あと塾長ね、もう一つのパターン C と言いましょうか。いやいや、まあ、福本豊選手対策と言いましょうか。でパターン B が、まあ、OB に、まあ、敬意を表してですね、まあ、前に、秋の無線したいとしましょうか。パターン D がですね、はい、でパターン C、これは一番バッターというか、いわゆるスーパーカートリオみたいに左右打ち、もしくは左打ちを1番から3番まで並べて、もう全員1番バッターみたいな雰囲気の人を並べていくという手もありますよね。1から3で、ありますで、そっから通りと、はい、このパターンについてどう思いますか。このパターンが多分今カープが一番合うんだろうな。ただ動かない、要はそもそもの、一番のネックはこのいろんなパターンをやるにしても、まあ真由美、今カープがやれるのは2番の長打で2塁からのスタート以外ないんですね。要は足が速い選手がいても結局ベンチから盗塁のサインがない限りは多分今カープの選手盗塁できてないのが現状なんですね。いわゆるグリーンランプって言われてる自由にどうぞと、いわゆる盗塁しちゃったらこれ命令違反ですからね。命令違反ですよね。です。で、多分これ12球団ほぼ、ノーサインになって走っていいよで言いながらノーサインでは走れないんだと思うんですね。今あるんですかね、ディスボールとか言って、この球張って絶対走れるとディスボールとかいう表現されてますけど、はい、じゃなくていわゆるグリーンアップどうぞとお好きにと走だけ走ればというサインが出してるかどうか、ね、サインはね近本にはあるみたいなんですけど、で山田哲人にもあるみたいなんです、ただ現実はそこで走れてないので結果盗塁のサインが出てる。だから自由に走っていいよなんだけど、走らないからベンチは走ってほしいときに盗塁のサインを出すしかないっていう。だから
今言った一番のタイプ C と言いましょうか。まあ、じゃあ敬意を表して高木豊、加藤博和、それから屋敷要ですね。このパターンというと、カープで言ったら、例えば野間選手とかですね、宇佐選手、それから初木選手。じゃあこうしましょうか。1番、宇佐、あ、1番、野間、2番、初木、3番、宇佐でもいいんですけども、このタイプ C のパターンですね。どこでも走れそうな人、はい、全員1番バッターだった、ないしは2番バッターっぽい人。走り自分バッターとしましょうか、はい、そうすると並べるのが一番カープでは向いてんじゃないかと。だけどサインが出るかどうかはまた別だと。出るかどうかが分からんで、向いてんのは私は多分ハツキはちょっと違うかなと思ってるんですね。ああ。外野の守備の問題、私は多分今、まあ、先ほど言いましたように2番右だったら、多分1番の間、2番が中村奨成、3番宇草。だけど中村奨成もスーパーカートリアみたいに走っていいっていうタイプの2番ですか。うん、2番ですね。走れますので、要は、まあ、東出コーチが言う、もしくは言うには、盗塁が今自由に盗塁できそうなのが中村奨成、宇草と名前は出て、あのスタメン上でね、可能性があるのは、この二人だようなんですね。まあ、野間は当然もう、多分もう、野間上本っていうのは、名前に挙げることもなく、できるだろうっていうふうに入ってるとは思うんですけれども、だからもしくは、野間上本、宇草でいくか。どっちみち2番は右を入れて走って、タイプ C の、その3人はスイッチヒッターでしたけど、まあ、カープで言うと、まあね、翔太選手、山崎隆三選手、それからあと高橋志向選手という1、2、3番だと思うんですけども、あの当時は左バッ、まあ、実質的左バッターを3人並べて全員1番みたいによりも、やっぱ2番、2や右入れて、左、右、左にして、その3人とも足速いと。で、しかも盗塁もできると。これが、まあ、タイプ D と言いましょうか。C じゃなくて。このタイプ D が一番いいんじゃないかってことですか。一番いいとは思うんですよね、多分。左はね、カープ見ても走りにくそうなんですよね。なかなかスタート切れないんですよね。そういう意味で言うと、あれですね、当時の太陽のスーパーカートリオっていうのは、よく走りましたね、高木豊選手。よく走りましたよ。そうは言っても。でも、はい、たまに加藤博和、右に立ちますから、スイッチで。だから、多分、走りにくいっていうのが分かったとき、右、スイッチでしたから、左ピッチャーのとき、右ですから。ああ、そうですね。そういうことですか。だから、左で走りやすいで走ってるときって、逆に言うと、加藤博和が右なんですよね。そうしたら、カープ、まあ、一旦 C と D の差は少ないかもしれないけど、3人、左に左と、3人とも走ると。新しい田中久丸に近いですね、若い頃の。そんな感じですかね。そうですね。そういう形の方が、作戦面はやりやすいんじゃないかなっていう。その、今の現状だと、多分、ここまで置く、だから走れれば走っていいにな、サインもあるみたいなんで、そう考えると、じゃあ、3番の間でもいるし、中村奨成でもいいんですけど、左右右でもいいんでしょうね、実は。そうですね、いいですね。ああ、で、2番に上本選手とかね。そうですね。さすがにこれ、もう年も年なんで、
そこまで、そんなにどんどん走りは通りすぎない。ちょっと膝のこともあるので、どんどん走れないとは思うんですよね、現実としては。そうですよね。なので、それであれば、だから思った以上に機能してて、機能してなかったのは菊池一番なんですよね。どこですかね。だから2番、だから、まあ、菊池が結局、ホームランまでになっちゃいましたから、ツーベースで二塁っていうところから攻撃スタートかかんないんですよね。そうですよね。じゃあまあ、過去の歴史から考えすると、本当は福本豊選手とか、それは高橋慶彦選手みたいなのがいて、っていうところなんですけど、それはちょっと厳しいから、3人で固めていくと。3人で、とにかく今考えうることは、まあ、今回1番の特集から入って 1回からの攻撃という面で言うと、ワンアウト三塁って発想でいけば、確実に、まあ、要は塁の出方によって2番送りバントは使えないはずなんですね。ワンアウト三塁にならない、三盗はできないけれど、でも左ピッチャーで三盗するんだったら送りバントはありでしょう。そういうことですね。ってことなんですよね。だから、きっと、まあ、本当に考えてやってるかどうかは分からないですけれども、結果としてチームが勝ってる状態って、まあよく言われるのは、1、3塁、1、3塁が勝てる状態、点が入りやすいって言いますけど、いや、それって大変ですよね。だって2人ランナーは出なきゃいけないわけ。別に1、2塁と1、3塁の違いってそんなにないかなと。ところが、ワンアウト3塁っていうケースは、フォアボールでもランなんでも、盗塁かなんかで2塁に行ってしまえば。だからパスボール、ワイルドピッチでランナー2塁行かれると大変なことになる。そうですね。ピッチャーの立場ですと、まあ、ワンアウト三塁で、ツーアウト三塁でもいいんです。まあ、ノーアウトでもいいんですけど、三塁で自分の球が、冒頭、ワイルドピッチで1点入るほど、まあ、無様なものはないですし、かっこ悪いですね。無様なものはないですし、まあ、楽天戦とオリックス戦でカープは、それ証明してるのは、内野ゴロは、ツーアウトでも、から内野ゴロエラー1点取れてるんです、ね、でランナーが3塁行くとピッチャーの腕の振りも心理的作用でちょっと腕の振りが鈍るのかもしれませんね。鈍るとは思います。やっぱりぎこちなくはなるはずなんですね。で、内野も硬くなるんですね。そうですよね。で、ポジショニングも、どうしていいかわからないケースだと思うんですね。やっぱり点取られないために深く守るけど、ランナーの足を考えたら深く守れないんですよね、三塁に。ランナー二塁だと深く守れるわけですよ。要は、一人アウトにすれば、ランナー三塁に行っても点が入らないので、ツーアウト三塁からやろうって割り切った、まあ、シフトが組めるんですよね。ヒットを打たれないように。ところが、三塁だと、内野安打を打たれない程度には前に来なきゃいけないんですね。確実に。打者操作だけ考えてるわけにいかないので、その微妙な前に行ってる分だけ打球が強いと弾いたりする。まあ、正直前に転がってヒットになってしまうと、その、いわゆる内野になってしまうと。これ内野手的でかっこ悪いんですよね。かっこ悪いし、あと、ピッチャーも打ち取ったのにポテンヒットとか、取りしちゃうんですよね。取ったのにって打球は、実は、二塁の時って1点になりにくいんですね。ああ、そうですね。
打ち取ったのに、あれは本当のポテンヒット、ああもうポテンヒットだみたいなのは二塁ランナーもホーム帰れるんですけど、なんか打ち取ったのにポテンと落ちたヒットで大体一三塁なんですね。ああそうですね、これ三塁だとホーム行かれちゃうので、とにかくワンアウト三塁って何が嫌だって言ったら、二人アウトに取らないとスリーアウトにならないんですね、環境が。要はワンナツーアウト三塁の状態で三人でワンアウト取ればいいんですね。フォアボールで、フォアボール出せ、要は二人はフォアボール出せるわけですね。そんなこと言えば三人でワンアウト取ればいいんで。この、なんていうかな、精神的な気楽さに持っていける状態と、その、少なくとも、もったいないじゃん。ワンアウト三塁で、フォアボールワンアウト一三塁、釣り出したらワンアウト満塁、そりゃどん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 自分が追い込まれていく。そうですね。ですし、球場の雰囲気も、点取れるかもって雰囲気で、応援団が応援し出すんですね。ワンアウト三塁でフォアボール出た瞬間に、どれ行けあれ行けって、もうお祭り騒ぎで、ここは一気にっていう雰囲気を、球場が、ビジターもホームも関係なく、作りますので、まあ、それを何回も作り出したいところですよね。これを何回もどう作るかって話を、本当は、分かってる監督はやっぱり走らせる。要は、まあ、逆に言うと、割り切るんだと思うんですね。どうせ点が、まあ、要はここで盗塁アウトして、スリーアウトでも、いや別に盗塁アウトじゃなくても0点じゃないって割り切ってたらできるわけですよね。どうせ0点っていうところから入れば、コツ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 噛んだという小銭集めないと、掛けごとにはもうなんていうんですかね、種銭というか種がないんだけど、種だけ集めてても、あの大きな実が、そうなんで、実が取れない。でね、何をしなきゃいけないかって、実を取らなきゃいけない。そうですよね。実を取るにはリスクを取るわけ、はい、で、これを実は、まあ、福本さんとか、まあ、高橋義彦さんとかね、うん、松本忠さん、高木豊さんの時代って、バンバン走りましたよ。で、打率も出塁率も、出塁率だってさ、まあ、福本選手はね、3割2分ぐらいあっても、他の選手は3割あるかないかぐらいですよ、出塁率。で、盗塁成功率6割ぐらいしかないわけですよ。そうですね。だから、これだけの博打の野球やってたんだから、できるでしょ、今ならもっとっていう。そうですね。その、8割を求めたところで、あの8割を求めたところで得点が10割取れないんですね。今年からですね、まあ今年あの塾長もご存知、名前も忘れに完全試合、それからノーヒットノーランがやたら今年から増えてるじゃないですか。増えてきましたね。それはもちろん投手がね努力してるというのもあるんでしょうけど、まあ、そんな急に1年で覚醒みんながしだすってことは考えづらくて、裏側にやっぱボール の縫い目がちょっと高くなったりして変化量が増えたって言ってるところもあってですね。そうですね。変化量は増えました。それだと、やっぱり早めに試合、まあ延長戦がね、こう今年から可能だったと。なんだけど、まあ大量感染のまあ、クラスターの恐れもあるんで、審判がちょっとストライクゾーンを増やしてんじゃない、あの広げてんじゃないかって、ですよね。広いですよね。まあ多分、
どうでしょう、カープの3連覇の時代よりはかなり広いですよね。とは思います。で、OB の方で、カープじゃないんですけども、このマイクダルビッシュでしたかね。ちょっと覚えてないんですけど、このまま行くと12球団に3割打者はいなくなるんじゃないかって言ってる人もいてですね。それは、で、多分超能力あるバッターも、ホームラン王のか、ホームラン数も昔は60本とか55本とか言ってましたけど、まあ、そういう時代じゃなくなっていくと。となると、もう一回また先祖返りみたいですね。高橋慶彦選手、福本選手とか、高木隆選手とかですね、松本隆選手とか、ああいう野球が見直されるんじゃないかと、ギャンブル。戻るとは思います。しばらくは、多分、打ち合いの状態には戻しにくいとは思う。ですよね。ただ、もう一つ違うのは、まあ、各選手が、ある程度体力上だけ、技術はちょっと置いておくけれど、体力上だけだったら多分メジャーに挑戦できる選手たちがたくさんいるのも事実なんで、ホームランでのある程度の得点の取り合いはすると思うんですね。うん。なるほどね。ただそこの時に、それは、その試合の審判のストライクゾーンが狭いのか広いのかがちょっとわからない。ピッチャーの状態が悪いケースもあるので。そうですね。確かに。不公平感はないんですよね。今、不公平感はないんです。両チームに平等に狭いか、両チームに平等に広いか、まあ、白井審判は狭いと思うんですけど、いつも平等。狭いです。でも、ほとんどの、まあね、先輩を利用して、まあ、毎日6試合、プロ野球は試合がありますけども、まあ、大体広く、去年が広いと思うんですけど、ね。かなり白井審判だけ変わってってないのかなって感じなんです。だからもしかすると白井審判のが通常で、うん、他の審判が今シーズン広いんじゃないかな。私もそう思いますね。のかなっていうぐらい、まあ、たまにバッターがえって顔する。まあ確かにこっちから見ても、まあ当然あれボールだよね。っていう意見の方が多いわけですね。あれストライクを見逃してるよっていうよりかは、うん、いやあれボールでしょうっていう意見の、うん、まあコメントが多いですから、うん、多分広いんだと思うんですよね。当然この広いっていうのは先ほど弟子の方が言われたように変化量が大きいからストライクって判定してる部分もあると思うんですよね。変化球に対して、うんうん、だから変化量も大きいからストライクゾーンがまあ当然広い上にもっと広くなる、はい、そうですよね。のでバッターが対応できてないから、うん、まあ村上選手なんかのホームランもボール球打ってたりするんですね。そうですよね。はい、もう、だから村上選手、まあ、岡本選手もそう、割り切ってるのは、うん、もう、あれしょって、もう、ストライクボールじゃなくて、打っちゃいいんでしょっていう割り切りが必要な選手が、まあ、そこを、まあ、体現できてる選手がホームランと成績を残してるんですよね。そうですよね。ところが、マクグルーブ選手のように、つないでつないでと、ミートして、うまくアジャストしてっていう球団が苦しんでるんですね。そうですよね。まあ、要は山川以外の西武が全員それで苦しんでるんですね。そうですね。これは、要は今のストライクゾーンと、ボールの変化に対応を
ミーティングかなんかで徹底できてないだろうなと。だからソフトバンクなんかも藤本監督が選手の能力が高いから指示ができないんだろうなって感じなんですね。指示しておかしくなるリスク、指示した方がいいリスク、こうなると今の話だと昔の落合博満選手とかバース選手とかですね、まあ、ホームランと打点の2冠は取れても3冠打率もホームランも両方取る選手ってまあかなり発生可能性下がりますね。下がります。これは下がると思います。取れそうな選手はいますよ、うん、取れそうな選手はいますけれども結果 2,3 本の差で打点もホームランも届かないと思います。どっかで割り切らないと。そうですよね。ええ、そうですよね。これは残念ながら、まあ、バース選手落合選手のように今、牧選手の可能性があるって言われて、可能性があるだろうなと思うのは、チーム成績が悪いことが条件になるんですね、三冠王って。うん、これさ、ある意味ちょっと最悪なんですよね。チーム成績が悪いことが、今、三冠王の条件になりかねないっていうぐらい、ストライクゾーンが難しい。まあ、どうしよう。去年よりも投手有利の状況になってきてますよね。まあ、去年よりも投手が投手のボールが放れていれば抑えられるけれども、ね、かといって打者の技術と能力が下がってるわけではないので、うん、まあ、カープが交流戦、まあ、西武とかソフトバンクとか、まあ、特定の球団にかなり点取られたようにボールが行かない相手のチームの打者とタイミングが合う事態を抑えられるようなまだ打者の技術が落ちたわけではないんです。そうですね、落ちてないですね。それ落ちてないです。打者の技術が落ちたわけではなくてストライクゾーンとピッチャーとのタイミングが狂っちゃうと前みたいにポテンヒットとかなんとなくのヒットで気分を楽にするような出塁ができなくなってるので、ちょっとゲームの内容が、そう、押し込んでいける。ちょっとゲームの内容が結構二極化してる感じがしますね。だから二極化してますよね。だから7、だから得点が入ってるゲームってめちゃめちゃ得点入ってるんですね、両チーム。そうですよね。まあ、現状で言うと申し訳ないけど、カープが一番点取れなさすぎなんですけど、他のチームって大体 2,3 点差で、ロースコアか大量点の 2,3 点ゲームやってるんですよ。つまり2対3とか、カープの10対8とか、そう、3対2か、もしくは7、5とか、8、6とかの試合。をやられてるけど、一般的な4対3っていうのは逆に減ってしまうかもしれない。5、2、ね、5、2とか5、1とかっていう、はい、まあ、5、4みたいなゲームっていうのは、だいぶ減ってきちゃってるんですよね。うん、もう、そもそももうピッチャーが1人悪いから、もう終盤で完全に崩れちゃう。もう一人の悪いピッチャーが崩れちゃって、3、4点、まあ、下したらもう、交代時期誤って、5、6点取られちゃって、試合が壊れちゃうっていうぐらい、なぐらい、この今、多分ね、打者の技術が、打者とピッチャーでストライクゾーンが広いので、対応できないと、もう対応できないまま、なるほどね。終わってしまうので、ただこれを打開するのに、まあ、各球団、はい、まあ、一番動いてるのは、打順と代打構成で動くんですよね。もう傭兵でごまかしてる
ですよ、うん、まあ。とにかくベンチにいるし、みんな使えばいいんでしょって、野手はっていう、うん。どうせ延長なんていう確率は、9回同点以外延長ないわけですから、うん、9回で勝って、もう負けてた時点で延長はないんだから、全部野手は使っちゃえなんですね。ピッチャーは、登板間隔とか、もしかしたら全部の接戦の試合だと、どんな連投、ね、勝ちゲームのピッチャーはどんな連投になるかもしれないから、当は登板間隔空いてても使えないけど、野手は負けてんなら、どうせ2打席、まあ前回の打席タイミング合ってないなら、もう合わないだろうってみんな各球団、変えてる、代打構成、もしくは、打順変えてるんですよね、ピッチャー。先発を、予告先発見て。もう、そもそも、もう、4番だって、よほどの選手以外は固定してないわけですから。そうですね。はい。もう固定できるのは、やっぱり、ジャイアンツの、まあ、DeNA の牧、ジャイアンツの岡本、で、ヤクルトの村上もうこれ以外他のチーム、まあカープのマクグループだって動かしていいぐらい、他のチームはみんな4番動かしちゃってますので。そうですよね。中日だってビシエド動かしちゃって、戻ってきたから4番にしたけど、それまでもう、そもそも西武だ、山川がガンガン打ってるから、まあ西武の山川もあんだけホームラン打てば、動かさない。結果が出てる人以外はもう、日本ハムからソフトバンクからないから、でもほぼほぼみんな4番。はい。まあ1番から9番まで。そもそも、あなた、今シーズン、何、3回ぐらい打順違う打席、打順やってるよね。2番やったり、5番やったり、4番やったり、3番やったりって。多分みんな、どうでしょう、3回ぐらい違う打順やってるんじゃないですかね、レギュラーで。そうでしょうね。出てる選手たちって、ね、カープ以外は。ヤクルト、阪神も変えてますかね。変えてますよ、まあ。ジャイアンツも変えてますかね。変えてますよ。だって、ジャイアンツは岡本以外みんな、だって吉川が出たり出なかったり、3番だったり、1番だったり、丸だって、中田翔だ、みんな、ジャイアンツだってみんな変えてる。変えてますよ、ね。まあ、変えてないのは岡本でしょ。で、多分ヤクルトが変えてないのは、多分3番山田、4番村上。まあこれ結果出てるから、動かしようがない。まあ順位も、チームも勝ってるから、まあそもそも、でもこれだけ勝ってたって、1、2、5、5番以降は、めちゃめちゃ変えてます。ヤクルトの塩見選手なんかも1番の時もあれば5番もありますしね。2番もあるし、6番あるし、そもそもオスナ選手も5番があったり、7番があったり。はい。だから、そういうふうに、なんつうかな、やっぱり、イメージにあるのは、1番は、今回1番で言うと、とにかく1回に点を取るために、ワンアウト三塁にどうするかってことに注力してる気がするんですよ。まずは。で、この上で試合が進んだ時も、できればワンアウト三塁の形を作りたいと思ってるはずなんですね。そうですね。そうこの、芝居したら難しいのは、試合終盤の時は、このワンアウト三塁を、まあ、テコにして、できれば、ワンアウト満塁の形で相手を攻め込みたいっていう野球をしてるんです。だから、フォアボールを選びにかかって、実はじっくりファール狙いが多いんですね、各球。で、ワンアウト、要はワンアウトでフォアボールで1、3塁になると、まあ大体ゲッツー崩れで1点になりますので、今そんなに足が遅い選手もいないので、まあ、結局、なんか、まず一発こう先制パンチみたいなことをすることが大事だと。まず1回は一
回は先制パンチ が一番計算できるじゃないですか。1回の攻撃が一番、なぜ、計算できるところ、まあ、打順上、まあ、誰が見ても一番計算できるところから入った上で、これがまずワンアウト三塁だろうと。これはもう50年変わらないと思うんですよ。盗塁なのか、ツーベースなのか、ホームランで1点なのか。とにかく先制点が欲しいんだと。ということですね。で、これで主導権を握ると。はい。はい、そうで、ね。で、あとは先発だ、リリーフだっていうのは、こうできれば2、3点欲しい。まあ、1点あれば、次の、まあ、相手がワンアウト1、2塁だろうが、ノーアウト1、2塁だろうが、1点取りに行くために、打ちに来ればゲッツーでワン、ツーアウト三塁できたり、まあ、送りバントだって下手をすると1点取る、まあ要は先制点のための送りバントと追いつくための送りバントだと大体失敗して三塁フォースプレーでアウトだったりして結局その1点が取れないまま終わっちゃうケースだから、この野球が面白いっていうか大変なのは精神的に優位に立ったものが圧倒的に優位に試合を進めていけるってことを知ってるはずなんですよ。たかが1点だけど、優勢で、だから逆に1点と、逆に先制点で1点取るけど、1回の裏に2点ぐらい取られて相手に主導権に行かれちゃうと、これまた今度大変になるっていう、この、どう主導権、自分が優位な気分で選手にプレーをさせられるかなんですよね。そうですね。その通りですね。難しいのは自分がプレーするわけじゃないんですよ。首脳陣が。首脳陣がプレーするんだったら、多分もう、ね、もう20年も30年もね、もう野球で言ったら解説とかコーチとかも含めたら20年も30年もやってる人たちが大体各コーチ監督やってるから、もう対応できると思うんですね。あと、それだけの、まあ、人生経験も踏んでるから、対応できると思うけど、20代の選手たちで9割を占めてる状態だと、そこの心の機微のところがどうにもならないから、一流になれない人が7割を占めてるわけですよね。レギュラーいないわけ。あとはこう、まあ、一応選手に大体的な言葉じゃないですけど、こんな野球ほどですね、失敗が多いスポーツないじゃないですか。ないんですよ。打っても、大体7割は、3割打っても7割でしょ。やっぱりってこんなに失敗を見せつけられるゲームってあのスポーツってないですよ。ないんですよ。それと通常のエラーの数も、だいたい2試合に1個エラーしてるんですね。そうですね。143でだいたい1チーム70ぐらいエラーしますので、そうですよね。少なくて30ぐらい、まあ30ぐらい少ないとだいたい優勝ぐらい。ですので、そうするとですね、もうね、そもそもし、もう守りですら失敗なんですね。で、ピッチャーのフォアボールだって、まあ最近少なくなったけど、通常10個ぐらい出すわけ。そうですね。ですよ。まあ先発から抑えぐらいまでやったとき。まあ、大体7個ぐらいは出してるんですね。まあ、7個出して、まあ、うまくいくとヒットが5安打ぐらいだから、まあ、2点ぐらいに抑えて勝ってるぐらいだけど、実は2点の試合見て、よーく見ると、大体ね、5から7個ぐらい、あ、こんなにフォアボール出してんだっていうぐらいの数なんですね、1試合で見たら。先発が3つぐらいでも、なんか抑えてる、なんとなく抑えて勝ったからいいけど、あれ出したら何だろう、もう4個も出してんじゃん、残る。だから1イニング1個は、やっぱり5、6、7、8、9で、だいたい1個は、まあ栗林もフォアボール出してますから。はい、そうですね。だから、結構ね、
あの、オーラ、なんだかな、選手が、だからフォアボール出しても、自分が優位なとき、まあ3点差あったときのフォアボールって結局抑えるわけですよね。フォアボールなのに。結局精神的に優位が保てるかどうかなんですよね。優位を保させることなんですね。選手に。ベンチじゃなくて。でやってる選手に優位を保たせるのに、一番、ここをずっとやってきて分かってることは、1回に点を取ることで、で、なおかつ1回の裏に逆転されないことなんだっていうこと。相手に、ね、相手に対して自分の方が得ですから、一つ上にいますからね、点取って。上にいますから、特に1回の裏で先制していくと、1回の裏で先制だから、その次は表になっちゃうので、追い込まれないんですよね。そうですね。はい。それありますね。だからそこの、もうしかもピッチャーとしては1イニングを抑えてるから、経験してるんですよね。この試合はどう投げる、どうで。やっぱり先制、まあ、ビジターがきついのは、先制はしました。でも、裏でひっくり返されるリスクっていうのが怖くて、裏でひっくり返されると、大体最逆転、最逆転で、ビジターが最逆転で勝ち消したら少ないんですよね。あの、逆に6-1とかね、点差があるときはひっくり返せれるんですけど、逆転、逆転、逆転のときは大体裏が。流れで持っていくんですよね。だから、ここがどれぐらい、だから1、2、3。だから、どうするか。要は、長打で飛ぶ。まあ、要は長打というのは、ツーベース、スリーベース出るような人を1、2番に入れて、ワンアウト三塁の形を取るか。もう、そうではなくて、うちのチームは、そう簡単にツーベース、スリーベース、特にホームランですらないんだったら、もう、走らせるから、走ら、塁に出たら走らせやすい人たちを2番、3番に置くか。そうですね。状況次第ということですかね。だからこれがもう今、はい、昔も今も一番に問われてるのは、足が速いとかではなくて、三塁に行ける人が一番だって考えた方がシンプルかもしれないですね。はい、わかりました。またこれちょっとね、この塾長の、塾長連というんですかね。そうですね、ちょっと、今後もやってみようかなとは思います。はい、それでは塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。